竹垣悟です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二代目金市会上野雄二会長、出所されたんですか？5月15日日曜日、昨日やな。朝6時頃府中刑務所を無事出所したって聞いたな。まっすぐ大阪戻られたんですかね？いや、中央道八王子の石川パーキングエリアで他団体関係者らの方面祝いを受けた後に新幹線で大阪に戻ったな。で、それから和歌山市の三代目倉本組本部に行って大阪南ブロック所属の直参らに挨拶して方面祝いを受けたはずよ。おととし10月に週間だったので約1年半ぐらいでしたか。そうやな、思えばあっという間の1年半やったな。そうですね。そういえば三代目行動会、新たに本部人事あったんですか？5月14日付であった。どなたかが上がられたんですか？まずは8代目松の会中井春明会長と検証会島田清樹会長、この2人が幹部から頭補佐に昇格したな。今回若頭補佐に上がられた8代目松野会、中井春明会長、検証会、島田清樹会長ってもともとは神戸山口組でしたよね。中井春明会長は2代目匠組の頭補佐しとったな。それで2020年10代目稲葉寺一家傘下森島工業の副組長で行って翌年行動会直参になったんやな。稲葉実家の森島工業、森島博道組長も2代目匠組で若頭補佐されてましたもんね。そうやな、森島工業その前は3代目倉本組の頭しとったわな。で、分裂時に2代目匠組行ったんやな。島田清樹会長は元山県組でしたよね。神戸山口組、山県組、暖流派やな。ここは2021年に神戸山口組を脱退して農地組に相談役として行ったんやな。で、その後すぐに行動会直参になった。旧神戸山口組の東北勢をまとめられたんでしたよね。そうや、2代目検証会と5代目伊藤会を合併させて検証会としたんやな。若頭補佐とはまた別に役ついたんですか？中井春明会長が懲罰総括委員長、島田清樹会長は後期総括委員長になった。後期総括委員長は行動会若頭補佐の小沢組、小沢達夫組長だったんじゃないですか？小沢達夫組長は運営総括委員長になったよ。他に役の移動ってありました？三代目竹内組、宮下聡組長、ここが運営副委員長から厚生副委員長になって本家親分付きになったな。宮下聡組長といえば2020年に絆会を脱退されて金沢茂樹若頭に銃撃されるという分裂の悲劇に遭われた方ですよね。そうやな、この宮下聡組長をはじめとした4名皆50代と若いわな。それと何よりも忠誠を誓う者は出世が早いいうのも行動会の大きな特徴やな。昨年末2代目福島連合を継承された佐藤正和会長は行動会の幹部ですよね。ここは組織副委員長になった。今回の人事で若頭補佐が4名から6名に増えたって何か意図あるんですかね？それは頭補佐で一番忙しい役職よ。それを4名だけやったら負担が大きいわな。そやから6名に増やして私は正解や思うよ。まだ行動会ぐらいの組織やったらそらあと1人や2人頭補佐が増えてもええと私は思うわな。そうですかね。なんでか言うたら私は中野会で匠事件が起きる前なんか頭補佐3名だけであと宮本徹ちゃんが増えて4名になったけど、やはりそれだけ激務よ。要求おったら各自分担してできるからな。そうですね。先日絆会も寄り合いがあったということでうちでも取り上げましたが、新人事についての発表何かあったんですか？交流会、長吉正樹会長が
頭補佐友人創業谷奥義弘組長が若中から幹部に昇格したな。交流会長吉正樹会長といえば今年44歳でまだお若いですよね。若手の有望株やろな。ここは4代目竹内組の副組長をしとって直参に上がったんやな。金沢茂樹頭の逃走を助けたとして逮捕されとったやろ。そやからそういうこともあって昇格したんやろな。神戸山口組何か聞かれてますか？特に変わりないんちゃうかな。4月22日に定例会があったみたいやけど毎月20日前後にしとんちゃうかな。人集まってるんですかね。そりゃ集まっとうやろ、名簿に載っとう分はな。池田組から5月10日付で波紋状が出た田中裕二会長、一体届け出されたんですか？5月16日に岡山県警に提出したよったな。波紋の理由としてよからぬ噂がネット上で流れてますが、あれって誤解させるためにわざと流してるんですかね。めめネットなんか流すんいたら自由やわな。別にどうこういう意図はないと思うよ。田中裕二会長、池田組とはかなり折り合い悪い状態での決別だったんですか？そりゃそうやんが、出て行けで池田組長に言われとった言うんやからな。手榴弾の犯人が逮捕されるまで引退されないようなこと言われてませんでした？いや、それは聞いてないな。投げ込んだの一時に比べて絞られてきたように思うんですけれども、何か聞かれてます？三代目瀬野組射程から2022年五代目山県組の直参に上がった交流会池上龍太郎会長が別件で逮捕されておいてよったな。実際はどうかわからんよ。そやけどこの手榴弾掘り込んだ犯人の本命やいう話は聞いた。あ、そうなんですか。話だけやで。池田組今後どうなるんですかね。そりゃこのままずるずるいくやろな。結局前も言うたけど高山清頭との長生き競争やいて言ったな。まあ言うたら徳川家康みたいな感じでおるん違うかな。それは神戸山口組にしてもそうですか？どっちもよ。池田組も神戸山口組、井上邦夫組長もそうやろと思うで。ほでましてヤクザの意地があるわな。自分についてきと若い人もおるし、そら、いやもう今日から仇になるというわけにいかんやろな。ええ時にやったら引退しやすいけどな。そうですね。やけど、またもう一つ視点を変えたら、神戸山口組が名前を変えれば特定して団体いうのを取れるわな。ああ、そうですか。だからそこらやわな。絆会も特定指定がついてないから何名でも集まることが可能ということですよね。それは行動が自由になるわな、うん、指定団体になってなかったらな。そういう面何かにつけてメリットあるんちゃうかな。二代目匠組入江正組長、全然話聞きませんけどどうなってるんですかね。そのまま二代目匠組は存続したやろ。井出忠志君長引退したいう話も聞かへんしな。そうですね。あ、そない言うたら匠組の旧本部中国人が買うたらしいな。え、そうなんですか。うん、登記簿見たらそないなっとったな。あ、そうなんですか。うん、では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。